今回はダサすぎる、ジョジョのラスボスさん、全員最後に情けない断末魔を叫んでしまう、について読者の反応集を紹介していきます。それではどうぞ。一部、リオ、話すんだ考え直せジョジョ、お前にも永遠をやろうではないか、エリナと永遠を生きられるぞ、ジョジョ。二部、カーズ、軌道を変えられん、も、戻れん。三部、リオ、ババかな、この、ディオが、このディオが、四部、キラヨシカゲ、私はどこに、連れて行かれるんだ、うわぁ。五部、ディアボロ、俺のそばに近寄るなぁ。六部、チェシンプ、やめろ、このちっぽけな小僧が、七部、ディエゴ、やめろおーりー、か、ブハ。八部、トウユウ、ヤスコ、このクソ女をさっさと止めやがれー。なんやこいつら。小物すぎるやろ。やめろおりー、は面白い。全員小物やんけ。情けない。まともな奴はおらんのか？弱さを武器に変えたのが悪やからな、お見合いや。やっぱ大統領は小物やな。命乞いしながらも手を出さないって、その場しのぎの嘘は言わなかったやろ。そこに教示があるから小物ではない。言うて大統領も開き直っただけで、行動そのものは敵方として見たら情けないで。大統領って結局は悪党よな。アメリカにとっちゃ正義ではある。アメリカ以外の国と、遺体争奪戦で犠牲になった連中からすれば悪やぞ。D4C ずるいはこの能力。キラークイーンとザワールドなら余裕で倒せるんちゃう？ザワールドならいけるかもしらんが、キラークイーンは無理やろ。別世界から拉致られて消滅エンドや。こいつのせいで、リオは天国にたどり着いた模様。七部の敵が殺意むき出しの時に、ジョニーをフルネームで呼ぶとこいいよね。大統領って最後なんて言ってたっけ？死ぬ直前はうめき声みたいなのしか上げてなかったんちゃう？我が生涯に一片の悔いなしやっけ。我が心と行動に一点の曇りなし。すべてが正義だ、やろ。せや。大統領のスタンドってめっちゃ強いけど、大統領みたいな精神性持ってないと、絶対狂ってしまいそうというバランスがいいよな。ディアボロの末路ほんま好き。ボス今はどこにおるんや、異次元的なところか。ボスは今でも死に続けてるんよな、そう考えるとグロいな。こっちがもっと大物感あったら、六部もっとおもろかったのに。いやでも一番サイコパスで、やべえやつ感あって好きだけどな。プッチ戦のクライマックスはジョリンの、こいプッチ神父、のところが一番盛り上がる。プッチ神父ってウェザーに殺されかけた時も、小物っぽいこと言ってたよな。なんなら命乞いしてたからな。でもジョジョのボスで志持ってたのって、プッチと大統領くらいやろ、あとは割と小物よな。あいつは神に選ばれたっていう主人公補正の塊なだけで、実際の敵は運命やろ。父がエンポリオに、覚悟こそ幸福ということを思い出してくれ、みたいなこと言うの狂ってて好き。ジョジョファンの中での6部の評価ってどうなん？ラスボス戦はシリーズで一番おもろいと思うわ。神父の、似て遅れたな、みたいなセリフ好き。父は他にもセリフが独特やな。どこへ行かれるのですか？お前はタッケーだとか。一が来た？もどっから思いつくんやって言葉で好き。圧倒は惨めに断末魔をあげて死んでいくべき。プッチなんか最高だわ、綺麗こと言ってても結局は悪党。ラスボスじゃないし名前も忘れたけど、やったー、わーとか叫んでたやつ意味不明だけど、スコチョコレートやっけ。チョコラータや。それやそいつや、ボッコボコに殴られまくってたの、草生えまくったわ。アニメでもページごとのカット割りでボコボコにされて草。七部にも紐みたいな能力使ってキャラ立ったと思ったら死んだやついたよな。名前も忘れたが、マウンテンジムや。そんな名前やったか、言われてもピンとこないのは初めてや。かっこよく死んだのに。悪役がかっこよく死ぬのほんま嫌い。最後はボコボコでええんや。大物感がなくてもええのか。最後に小物感出すのがええやん。これがジョジョの良いとこよな。やっぱ悪党は最後みっともなくやられてほしい。荒木先生のこだわりらしいな。ラスボスを最後に情けなくするの。ジョジョの悪役ってあまり崇高な目的持ったやつとかいなくて、あくまで欲まみれの利己主義を突き詰めた結果、周りに害を及ぼしたタイプが多いから、本死ぬ間際に他人へのバトンを吐いていくような。小物は、うわぁ、って情けなく叫ぶけど、負けて悔いなしってやつは、ブールとかリンゴとかかな。でも改心したり、悲しい過去判明とかも、多すぎるとうんざりするけどな。実際クソ野郎が惨めにやられる方がスカッとする。やっぱラスボスは善悪超越したようなのとか、悲しい過去のあるやつとかじゃなくてクソ野郎に限る。それを理解してて、荒木先生はキラの家族設定隠してたな。荒木先生の考えでは、本当に強い人は悪さをしないだからな。悪役がやられるときはそりゃこうなる。でも最後まで悪として散ってくのは、一周回ってかっこいいかもな。
ディオみたいに最後まで自己評価高く、このディオが、みたいなのがいい。3部のやつ前世紀のディオなら、両サイドから頭くっつけて復活してただろ。スタンド側が裂かれてるからできないのかね。ロードローラー面白すぎてダメ。有名なやつね。ディオってもったいない人生だよな。ジョナさんと仲良くして、ジョナさんのパパに毒を盛ることもせず、普通に暮らしてれば、確実に良い地位まで上り詰めれたと思う。まあ勝利して支配するっていう生き方しかできない。根っからの侵略者だから、そんな考え絶対持てなさそうだが。根っからの悪だからな。小物だけど、部下に好かれるムーブはしてるから、まあカリスマ扱いもわかる。そういえば、一部の、ディオが首だけで棺桶の中に潜んでる時に、ぶつけられて思わず叫んどるシーン地味に好き。それは草。ちょっとかわいい。結局闘牛は何がしたかったんや。闘牛の最後まんま口やな。今、一匹、スズメバチが、いたんだが、そうか、思い出、なのか、僕の。っていう闘牛のセリフが一番よくね。ジョジョリオのアニメ化したら絶対に化けるわ。8部はラスボスが強すぎた。ただそれ以上に、主人公とヒロインの能力がチートすぎたって話や。結局闘の目的ってただの金儲けやったん。ボットでのくせに、目的も全ラスボスの中で、一番しょぼいってさすがにあかんやろ。静かに暮らしたいんや。キラヨシカゲの悪口か？闘牛のあの能力は負けようがないだろ。8部はバイク竜巻ゾンビと、自動追尾から、いつも逃げてたイメージ。でも8部は断末魔語の言葉がいいから、竜巻の絶望感が良かった。ジョジョリオンのラスボス戦は、セリフ回しは神がかってたから、蘇ってきたわ。薬剤が来る、やめろと忠告したのにな、順番は君から死ぬ、とか印象に残るしな。ジョニー撃たれたとこから、ウェカツポが死んだ前後、完璧に説明できるやつ霊人説。ジョジョリオン説明できるやつ、荒木先生含めて、一人もいないだろ。でも結局ジョジョリオンもラスボス戦面白かったし、終わり良ければ全て良しじゃないけど、ジョジョでラスボス戦が残念だったことってないから、やっぱりすごいなーって思うわ。でも闘牛くんはなんか、ラスボス特有の執念が感じられなかったのだなぁ。死に際に執念見せたぜ。ある意味最後まで意味不明やったんは、あいつら外は人間で、読者が人間やからちゃうかな。4部のスタンドを生かして生活してる感ええよな。身近に感じるというか自分でも想像しやすい。キラが救急車に轢かれる前に叫んでた。このクソカスどもがあもう好きやわ。キラ目線なら自分の平穏な生活を、壊しに来た奴らやからクソカスどもやろな。でも普通顔を変えたら、街を出るよね。それはキラからすれば、負けを認めることになるからやぞ。キラヨシカゲ好きだったんだけどな。そういえば、ソロットカーズ様は地球に帰ってこないのかな。二度と地球へは戻れなかった。鉱物と生物の中間の生命体となり、永遠に宇宙空間をさまようのだ。そして死にたいと思っても死ねないので、そのうちカーズは考えるのをやめた。二部はこれ全部言ったことにしてやれ。カーズが宇宙に打ち上げられた後、世界が36巡して、37人に増えたカーズが一斉に地球に降りてくるってマジ？カーズ外は人間のルーツだと思ってたけど、なんら絡むことなく終わりそうやな。2部はオチまで完璧であれ以上ないわ。